携帯番号の方を公開をしております。そしてですね、日々ですね、市民の方からのお問い合わせ、ご意見、はい、こんにちは、いいお言葉もいただくことがございます。はい、片岡正史と申します。はい、皆様のですね、ご意見を、お久しぶりで、お久しぶりでありました、本当八王子以来で、はい、嬉しく思います。ぜひこちらですね、チラシの方、こちらはザマ未来の塔でございます。ザマ未来の塔、制作みたいなザマ未来の塔はですね、ザマ市政のことだけを伝えるために作られた、皆様に最も身近なですね、地域の政党でございます。結構訴えてるのが、ただいま、ザマ未来の塔が掲げる物資の重点政策をお配りいたしております。一つ目掲げておりますのが、こちらがですね、今はザマ市は無料ですって入れてるんですけれども、実用化の阻止、ちなみに佐賀原市は無料ですか？皆様、普段当たり前のように使用されている家庭ゴミ、こちら、ザマ市の方が無料です。今は、はい、そういった検討がなされている、が検討化されているということで、ご存知の方いらっしゃるでしょうか？ということで、はいはい、うん、まあ、やっぱり家計の負担も増すので、皆さんが家庭から日用品が当たり前にどうしても出てしまうこの可燃ごみ、これを有料化してしまおう、コミュニティバスの利便性、こちらですね、可燃ごみの消却というのは、体育館のエアコンの設置の部分はですね、そうですね、相模原市は一応消却炉を使っております。中学校の体育館には親子設置しているところもあるんですよ。ただ座間市だけはゼロなんですよね。周りの市は全部進めてるんですよ。厚木市も大和市も今年から始まったんですけど、海老名市も体育館にエアコンがあるところもありますし、周りの市は全てやっているんですけども、座間市だけはゼロなんで、座間市 の考えというか対策でいうと、その暑い日にはまあ、小学生、中学生の授業、体育の授業は、はい、まあ、室内の授業に変えるということで、はいはい、ただ、まあ、体が動かせないという部分で、発育に、そういった皆さん、騙しにですね、悪いところが出てくるかもしれないですし、あとですね、災害の際に避難所にもなるので、そういった防災の観点からしても、災害が起こってから亡くなられる方って結構いらっしゃるんですよ。災害関連死っていうんですけども、災害で亡くなる方よりもやっぱり多くなっている、事件も災害もあるので、体育館のエアコンの設置は本当に急務だと思っておりまして、命に関わることですよね。今本当に暑いですから、今はちょっと涼しいですけど、昼はもう熱中症アラートになってましたし、そうですね、やっぱり本当に危険なので、でペットの同伴避難所整備ということで、これは私の支援者の方がペット大好きで、これをちょっとやってほしいというので、やっぱり一緒にペットと避難できる場所がないっていうところで、ここもなかなか難しいところではあるんですけど、これもペットと一緒に避難できる場所を整備していきたいというところで、小学校、中学校の体育館、で最後に座間市政を見えるかっていうふうに書いてあるんですけど、座間市はですね、決算書ってあるんですけれども、そちらの方をホームページの方で公開されてなかったんですね。なので座間市民の方が、まあ、いくら調べても、座間市が何にいくら税金を使っているかっていうのをネットで調べても出てくるわけないんですよ。ただ当たり前のように、座間の周りの市は全て決算書が公開しているんですけど、なので座間未来の党としてこのような体育館にですね、申し立てをして、市担当課の方にですね、申し立てをして、もう実際に市政を見える課として決算書を今月7月に公開されました。で8月には令和5年度分の決算書の方も公開を約束してくださったので、こちらの方はもう実績として行ってきたわけですね。体育館にエアコンを導入する、こういったことで子供の教育環境のためにも、そして万が一のですね、災害時の避難所の機能として快適に過ごす環境を作るためにも、こういったことで毎日市民からのエアコン導入を受けておりまして、一人一人からのこういったこれ座間市の方は、議会の方でですね、お聞きしたりですとか、あとはお悩み事ですとか、そういったことも毎日お聞きしているので、些細なことでもお電話くださっているので、全くやる気がありませんという、はい、そういう議会答弁をされて、頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。お隣の海老名市でもですね、すでに